Bonjour。 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日から皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速ご紹介いたします。悩んでいる人に声をかけるとき、どんなフランス語を使うと思いますか？ La nuit porte conseil。 La nuit porte conseil。 La nuit porte conseil。 La nuit porte conseil と言いますよ。直訳すると、夜は助言をもたらすという意味から、一晩寝てよく考えなさい、それは気にしないで起きなさいという意味で使われます。悩んでいるお友達がいたらぜひ使ってみてくださいね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしております。それでは、アビアント。